こんにちは、ゆきおのガングレビューです。今回も引き続き機動戦士ガンダムの新色眼シリーズモビリティジョイントガンダムの続きをやっていきたいと思います。はい、今回レビューするのはこちらのジオング2番と6番、ジオング EX パーツ、はい、こちらの2つになります。その前に前回レビューしたこちらのパーフェクトガンダムの方も動画上げてますので、ね、また見てない方はよろしくお願いします。はい、ではパッケージ見ていきましょう。まず正面ですね、そしてサイド、裏面、反対側のサイドに天面、そこではまず2番ジオングから開けていきましょう。さあ、ジオングは同じフレームが使われてるのかな。あれ、ガムが、あったあったあった。はい、本体のガムとシール、スカート、バーニア、腕の部品ですね。はい、ランナーは3枚かな、うん、そして塗装済みパーツなど、ボディ、ジョイント、あ、これ一緒ですね、ガンダムと同じだな、うん、そして頭部、角、これ肩アーマーですね。はい、そしてこちらは6番のジオング用 EX パーツ02、ジオングと合わせてパーフェクトジオングが完成。さあ、足が入ってますね。つまりこちらの箱は飾りということですよ。偉い人には分からんのです。あれ、ボリューム少ね、これ。はい、シール、これは、あ、握り拳ですね。そして足パーツです。ランナーは全部で3枚ですね。いや、拳と合わせると4枚か、うん。2番、ジオングの説明書です。6番 EX パーツの説明書。ボディフレームは共通ですね。前と後ろにアーマーを取り付ける方式になっております。そして足はないので、そのまま足のジョイントにバーニアを取り付け、リアスカートの内側は結構意外と凝ってますね。サイドスカートを取り付けて、この黒い部分はシールですね。そしてリアスカートの取り付け、フロントスカートも黒の部分はシールです。腕と肘パーツ取り付けて、そして平手、硬いな、おお、いい渋みですね。このオレンジの部分もシールになっております。そして肩アーマー、反対側も同様、はい、ジオング完成です。足のアーマーは全部右左決まってますね。こちらは RR と書かれております。そして RL、 さらにこちらも R と書かれております。反対側も同様に組んでいきます。 LR、 LL、 はい、ではジオング完成しましたので、ぐるっと一周見ていきましょう。ぐるりと全体はこんな感じになっております。はい、この台座は EX パーツの方に入っております。そして台座に乗ってる状態がね、なんかとっても可愛いですね。では可動範囲を見ていきましょう。頭部はボールジョイント接続で自由に動きます。で、ガンダムの時にやったらちょっと横向いてしまうっていうような癖はないですね、うん、自由に動きます。まあ内部フレームはね、ガンダムと一緒なので動くところも一緒ですね。はい、
こんな感じですね。ぐるっと。で、手首も動きます。で、腰もそうですね。左右に動きます。で、回転軸と。あとは、バーニアですね。一番大きいバーニアが足とつながっているので、こんな感じで動きます。ボールジョイントです。しかしなんだろう、このジオング本当可愛いよな。手乗りジオングですよ、完全に。そして、モノアイも動かすことができるんですけど、頻繁に動かせるような状態じゃないですね。はい。頭部だけになった状態で、前後に部品を割ると、はい、このように爪がついていてね、これを動かすことで、こんな感じでね、左右に、モノアイを振ることができます。まあ、真ん中でいいか。まあ、いちいちばらさなければならないのがね、ちょっと、めんどくさいですね。この辺にレバーが出てて動くようになってれば満点だったかな。 EX パーツセットを含めたオプションパーツはこれで全部です。台座と台座のアタッチメントパーツ、そして両足に握り拳、そして腕延長パーツ。台座のアタッチメントパーツの使い方は、まずは台座を取り外して、そして先端部分にアタッチメントパーツを取り付けます。そしてジョングの頭部を取り外して、頭部専用の台座になるってことですね。はい。まあ、この状態で飾ることはまあないかな。付属の握り拳は共通のものですね。これガンダムのものと全く一緒になってます。まあ、ジオングは手持ち武器なし、これ使うことはないかな。そして腕延長パーツ。腕延長パーツはまずは、ジオングの腕を取り外して、間に挟み込むように取り付けます。おっと、はい、こんな感じでしょうかね。サイコミュ、おお、こんな感じでオールレンジ攻撃がかなり凄まになりますね。うん、見た目以上の効果だな。では次はパーフェクトジオングに換装していきましょう。まずは足の部分のバーニアを取り外します。でもこれも単純ですね。そのままパーフェクトジオングの足を取り付ける。はい、パーフェクトガンダムに比べると感想がね、至って簡単ですね。うん、これはガンダム2体並べたいなって言ったんですけど、ジオングは1体でいいかな。こんだけ感想が簡単ならね。はい、パーフェクトジオング完成です。はい、ではパーフェクトジオングの状態でぐるっと一周見ていきましょう。はい、ぐるりと全体はこんな感じです。なんだろうな、パーフェクトになったらごっつくなるかなと思ったら可愛いまんまですね。こんなラブリーなジオング見たことないぞ。はい、では足回りの可動範囲を見ていきたいんですけど、まずですね、スカートがサイドアーマー以外は動きません。サイドアーマーはこう跳ねるんだけど、フロントとリアが全く動かないので、前方向は絶望的ですね。まあ、こんな感じかな。うん。膝アーマーをどけながらで、やっとこれぐらい動く感じですね。横方向も、サイドアーマー開くんで多少マシですけど、こんな感じですね。もうどのポーズとっても可愛いな。なんでだろうな。なんでこんな可愛いの。はい。ロール軸に。で、膝。膝もまあ大体これぐらいかな。もうちょっと曲がるはずですけどね。スカートに干渉しております。で、足首はボールジョイントですね。自由に動きます。ポーズをつけるとこんな感じです。
はい、大きさはエントリーグレードガンダムやペットボトルと比べるとこれぐらいになります。はい、というわけで機動戦士ガンダム新ショコガンシリーズモビリティジョイントガンダムの2番ジオングのレビューでしたが、いかがだったでしょうか。いや、何度も言いますけどね、こんな可愛いジオング見たことない。なんでそう思うんだろうね。ガンダムを組み立てた時は、あ、ガンダムこれかっこいいじゃんと思ったんですけどね、ジオングはほんと可愛いしかないですね。パーフェクトジオングになったらゴツくなってかっこよくなるだろうなと思ったら、パーフェクトジオングになってもね、可愛いままってどういうことだろう。まあ、それはさておき、かゆいところに手が届くオプションパーツも充実していますし、なんといってもジオングからパーフェクトジオングへの換装が簡単なのがいいですね。これは手軽にね、換装して遊べるのもいいなと思いました。ちょっと気をつけなければならないなと思ったのは、膝の黒の部分がシールなんですよね。なのでこれ関節動かすときにね、スカートに当たってシールを痛めないようにした方がいいですね。そこは気をつけた方がいいと思います。うん、はい、というわけでね、今回のジオングはそんなとこですね。次はね、ザク一気に、量産型とジョニーライデンとザク2ね、両方組んでいきたいと思っております。はい、では次のところでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。ゆきおでした。